ラブカス TV 川口学です。今日はですね、鈴鹿サーキットスーパー耐久2022開幕戦ということで、いよいよカーボンニュートラル燃料を使ったスバル BRZ、 そして GR86、 この2台がですね、ガチンコ勝負が始まるということで、まあ、今グリッドウォークでグリッド並んでるわけですけれども、ちょうどこの BRZ がこちらに並んでるわけですが、その斜め後ろに、はい、86がちょうど並んでいるというですね、まあ、非常にこう運命的な並びをしているなというところですよね。しかもさらにその次のグリッドには、昨年から走っている水素エンジンのカローラが並んでいるということで、ちょうどですね、この新たな取り組みの3台が並んでいるということになるわけですね。メディアからの注目も大きくて、人がたくさんこのように集まっている状況ということで、まあ、果たしてどんなレースになるのかというところで非常に楽しみですけれども、この模様をですね、今回はお届けしたいと思います。スバルはですね、本日の鈴鹿の開幕戦から S 帯に参戦させていただきます。あのレース本番は、昨年も申し上げましたけれど、ガチンコの勝負、余計なこと言っちゃったなっていうふうには思ってるんですけれど、まあ、豊富な経験をお持ちの皆様の胸を借りるつもりでですね、我々としても全力でチャレンジしていきたいと思います。そのままいいんじゃない。失礼します。中村社長呼んでください。どうぞ。皆さん、はい、皆さんご覧ください。昨日なんかお渡しされて、はい、中村社長からいただきました。これはどういうメッセージだと捉えていますか。チャンスがあれば乗ってもいいよ。そういうことですか。まあでも今回、開幕戦でいよいよ、ガチンコの勝負が始まると思いますけれども、はいはい、まずそれに対して一言お願いします。こうやってね、カーボンニュートラル、意思ある、ね、情熱の行動ということで、使う側はトヨタのカローラ、水素コンセプトだけでしたけども、こうしてね、スバルさんがこうやって入ってきてくれたこと、こうしてみんなでね、カーボンニュートラルをやろう、地球のためにね、そして未来のためにやろうという、まあ、援軍が来たような感じですし、援軍とはいえどもやっぱりレースの場、きっとガチンコでやるでしょうから、こうやってね、両者が心一つに、もっといい車ができてくれば多くの笑顔をいただけるんじゃないかなというふうに思ってます。スバルファン、そして GR ファン、共に、笑顔になるよう、このスーパー耐久応援いただきたいというふうに思います。わかりました。そして中村社長に一言お願いします。中村さん、昨日ガチンコガチンコって3回も言ってました。受けますから負けません。わかりました、はい、どうもありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。はい、社長いない、中村社長いない、今、いや、いい、あ、大丈夫後で聞かせてこれね、大きいって言ってて井口さん、山口さん、社長がもし乗るって言ったらどうしましょうか。昨日スーツ受け取られた時に、はい、A ドライバーのシート取るからねって言われたガチンコでそこも勝負しないといけない。なるほど、ここでも実は勝負があるっていう、ね、ことですね。それちょっと楽しみにしてますんで、はい、ぜひ、はい、この車じゃ乗っていただくということで、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
先ほどね、メッセージ、撮りました。ありがとうございます。あ、ちゃんと、見ていただきました。はい、ガチンコ3回行ったとか。3回行った。数えてるんです。いよいよですね、いよいよ。いやいやいや、こんなこと言ってますけど。中村社長、あのスーツをお渡ししたっていうことは、はい、あの森蔵選手に乗っていただこうという狙いもあるんでしょうか。はっきり否定されました。いや BRZ 乗りたいとおっしゃってました。ドライバーに森蔵を呼んでいただいても結構ですよって言って、なんか私が全くあの相手にしてもらってないとおっしゃってたんで、一応ちゃんとスーツだけだ。それだけだって。ちょっと大きかった。超大きかった。こんな感じです。直します。でも先ほどお話聞いたら乗りたいって言ってました。ぜひ乗りたいって言ってましたんで。はい、そうしたらなんかね、あのちゃんとテストをしなきゃ乗せないよっていうことがスバル側から言われたので。あ、そうなんですか。僕側からはギャラ払わなかった。ぜひ実現してください。実現したら盛り上がりそう。盛り上がる。いや絶対盛り上がると思いますんで、はい、はい、じゃあ楽しく、はい、一緒に盛り上げて、はい、よろしくお願いします。安全に、はい、はい、さあというわけで今回はスーパー耐久の開幕戦来ましたけれども、まあ、注目はやはり何といってもスバル BRZ、 そして GR86 がカーボンニュートラル燃料を使ってレースでですね戦ったというところですし、まあ、その他にもですね水素カローラ昨年に引き続き登場してますし、マツダのですねデミオのバイオディーゼル、これも走りました。というわけで2022年のスーパー耐久はですね新たな時代が始まった記念碑的なですね、開幕戦ということになったわけです。で、まあ、今後もですね、ことあるごとにこのスーパー耐久追いかけていきますので、皆さんもぜひチェックしていただければと思います。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネルを登録いただければあなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカーズ TV では取り上げてほしい車企画ございましたらコメント欄にリクエストいただければと思います。そしてこの動画への高評価も合わせてよろしくお願いいたします。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカーズ TV 川口学でした。